お酒までゆっくり見とって、なんかこの後でやるのってごっつやりにくいよなと思いながら。だってね、最初ピンで来るとか言うとったから、僕チラシ作って2人のびっくりショーとか言うて、こういったピン同士対決やるで、サウンドチェックやってたらね、後からゾロゾロメンバー飛んでさ、反則やな。やっぱりでも僕もね、ずっとバンドやってた時代とかもあったんで、なんかそろそろ他の人と一緒に音を出したくなりまして、もしですよ、来年の春一番にオファーがあった時は、誰とちょっとちっちゃいバンド組んで出たいななんて思ってるんですけど。いいよ。まあね、こんなん出してくれるかどうか分からへんけど、まあ今まで2回はまぐれみたいになったけどね。ごめん。新しい曲歌います。同じコード心境で作りました、説教のブルーというか、悪いことしたのがバレた、ついたのがバレた、雷と感動してきて、あとはお定まりの説教こそ、ネチネチくどくどと、ネチネチくどくどと、関係ないことまでほじくり出して、よくまあそんなにネタがあるもんだよ。Thank you.